こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。今回はですね、ラクジョブの、求人ページ、求人というかトップページですねにあるコンテンツをご紹介したいと思います。オタラボというですね、ものがあるんですけれども、こちら、ビジュアルワークスというちょっと弊社とですね、お付き合いのある会社さんが運営しているサイトからですね、コンテンツの方をお借りして、載せているものなんですけれども、これですね、アニメ、ゲーム、漫画好きの女子をですね、研究する、そういったコンセプトのもとですね、作られている、運営されているサイトでございます。なので、なかなかですね、興味の、あるもの、モテそうなもの、興味深いものですね、様々ございます。例えば、女性のアプリ、課金率はどれぐらいであるか、そういったこともですね、このオタラボでは調査しております。リサーチ、マーケットを通して、より良いゲームを、より満足してもらえるゲームを作っていこう。そういったですね、コンセプトでございます。そういった意味で言いますと、弊社のラクジョブとのですね、関係性はあると思います。どういったものが好まれるのか、そういったことをですね、企業がリサーチ、マーケティングするという、そういった目線でですね、こちらのオタラボ、ご覧になっていただけると思いますので、もしよろしければですね、一度ラクジョブのオタラボ、見てみていただければと思います。他にもですね、様々なコンテンツもございますので、そちらの方ももしよろしければ合わせてご覧になってみてください。どうぞよろしくお願いいたします。